皆さんこんにちは。はじめましての人ははじめまして、ピカチャーンです。今回からは、マインクラフトのサバイバルモードで、ほっこり気ままにマインクラフトをやっていきたいと思います。ワールド名は、ピカチャーンのサバイバル、バージョンは 1.8 です。早速やっていきましょう。あれは白樺の森かな？おお、いきなり村ですか。それじゃあこの村を拠点にほっこり、やっていきますか。そういえばスキンはこんな感じです。というわけでやっていきますか。馬さんも結構いるね。羊さん、ごめんなさい。そういえば 1.8 になってから、羊さんも肉を落とすようになったんだね。はじめまして、今日からこの村にお世話になります。この村は道がガタガタだし、雑草も生えまくっているから、しっかり整備しないといけないな。あ、こんにちは、よろしくお願いします。さて、日が暮れないうちに木材を取りに行きますか。それにしても白樺ばっかりだな。原木を木材にして、木材を4つ並べて、作業台。サトウキビはいろいろと使うかもしれないから増やしておこう。ちょっとお借りします。そういえば火事場にはチェストがあったはずだよね。あったあった、何が出るかな。これは、ダイヤだー。1日目からついてるぞー。黒曜石に鉄のピッケル、サドルまで入ってるよー。さてどこにお家を建てようかな。ここは整地が大変だね。この辺りがいいかな。それじゃ草刈りだー。これくらいで良いかな。家を建てようかな。いや、もう暗くなってきたから今日はここで一休みしよう。村人が攻撃されてる？怖い人の声がする。湧き潰しもしないとな。
柱は白樺の原木で、村人さん、そんなとこにいたら危ないですよ。早く降りてください。あ。まあいいや。松明をつけないと。早速村人さん買ってくれていますね。パンもらうよ。松明のために石炭を取らないと。あったあった。家が完成しました。今は豆腐ハウスだけど、そのうち2階も作りたいからあえてだよ。今回はこの辺りで終了にしたいと思います。最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録してくれた方、ありがとうございます。それでは、さようならー。またねー。